その調子だ、ハンディ。おい、グラーチ、後ろに気をつけて。丸太が崩れたら大変だぞ。嫌だね、ブレニーなんか。おい、ヘッティ、何やってるんだ。それじゃ反対だ。あ、そう。今そっちに行くよ。君、枝を切るときは根元に座らなくちゃいけないってこと忘れてるね。始める前によく考えるんだ。そのまま切ったらどうなっちゃうんだ。ほら、反対側に座ってごらんよ。あ、そう。じゃあ、後悔。おそ。じゃあもう一度始めるんだ。でも君は運がいいよ。僕がたまたま通りかかったから。ありがとうさん、秀才君。もっといろんなことを教えてあげられると。サボるなんて。パパスマホに言いつけるよ。パパきっと怒るからね。パパスマホ、レジがサボってるのに。マンダマゲの根っこを少々。うん、できた。今度はこの肥料の効き目を試してみよう。さあ、どんどん育ってごらん。おお、大きくなった。これでよし。これで植物の成長は自由自在だ。おお、どうしたんだ。情報を間違えたのかな。しまった、触媒を入れすぎた。おお、うお、得意デイジー。これ、育ての親を食べるつもりか。これでも食べるんだ。うん、離せ。締め殺さないでくれ。助けて、助けて、助けて。パパスマホの声だ。急いで、息ができない。おい、パパスマークを放て。一食いでいじめ。おいでやー、やっぱ助けて。ヘッチ、こいつを根元から切ってしまえ。オッケー、パパスマーク。しかし危険なものを作ってしまった。仕方がない。森の向こうの砂漠に埋めよう。エフティ、行ってくれるか。オッケー、パパスマーク。一緒に来い、レイジ。僕疲れた。シャベルが重いし足が棒みたいだよ。一休みしないかい。あれ見て。ん？ただの谷だろ。ねえ、砂漠はまだ遠いんだろ。ん？そうか。ちょい待ち、パパスマフは埋めなさいって言ってだろ。だけどこの谷の方がずっと深いんだからさ。うん、君の言う通りだね。よし、決めた。やっと片付いた。ふん。あ、これで化け物騒ぎはおしまい。早く村に帰ろ。もう寝る時間だもの。はあはあ。
どうしよう。ビンのことが心配で眠れないよ。あんなとこに捨てなきゃよかった。パパスマーフの言う通り砂漠に埋めてくるべきだったんだ。そうだ。ヘフティに相談しよう。なんだ何がいるんだ。僕お家に帰ろう。子供たちみんな無事かい？僕だよパパスマーフ。バサバサと来てバサバサと行っちゃって、僕大きな影を見た。変な声で泣いた。ハウリハウリって。変な声で泣いたって？はて、パパスマーフ大変。倉庫がめちゃくちゃで食べ物が空っぽになってる。何倉庫が？まあこんなことって信じられないわ。パパスマーフ、変なもの見つけたよ。鳥の足跡。あの栗の実にトウモロコシにスマーフジュース、おまけに蜂蜜まで。はあ、橋が心配だ。橋を壊されたら川を渡れなくなる。食料の補給ができなくなる。はあ、子供たちみんなで橋を見に行こう。俺やだね、見に行くの。よかった、何事もなかったようだ。これで食料は大丈夫だね、パパスマーフ。パパ、獣だ！変だ、どこから来たんだ？俺やだね、あんな鳥。危ない、またやってくるわ。ああ、橋を壊そうとしている。そうだ、あの鳥の裏を描いてやる。さあ、こっちだ。やったね、パパスマホ。パパがいれば全然怖くないよ。ハウリハウリハウリ、助けて。全員広場に集まっておくれ。重大発表がある。我々は危険にさらされている。何とかしてスマーフ村を守らなくてはならない。人食い鳥が攻めてくるのだ。俺やだね、低い鳥。人飼い鳥やだね。鳥なんか人食い鳥か。自警室で私を襲ったデイジーを思い出してしまうな。だから言っただろ、砂漠に埋めようって。でも君だって。ヘフティレイジ。はい、パパスマーフ。さっきの薬は私が言った通り砂漠に埋めてきたのかね。うん、あのレイジ、つまりその、実はあの谷に捨ててきたんだ、パパスマーフ。谷に捨てた。だからこんな大変なことになってしまうのだぞ。君たち、パパスマーフの言いつけは守らなきゃダメじゃないか。お家の中に隠れろ。
地に入らせないからね。ああこうなるような気がしたんだ。やだねこんなとこ。やだね。僕のプレゼントに何するんだバカったれ。やられた。みんな森に隠れるんだ急げ。やいかかってこい化け物め。得意度に向こうに飛んでったよパパスマ。よかった。その間に他のスマフたちを呼んでこよう。2-3スマーフ、スマーフ。あ、フェザースが来てくれた。そうだ、フェザースに連絡係を頼もう。うまくやっておくれフェザース。人食い鳥には気をつけるんだぞ。まだいるかいスマーフェット。これやだね。いえだけど、ね、あ、どうしたんだ。人食い鳥だ。僕にはわかる。だって心臓が。心臓本当は怖くないんだ。本当は怖いもんなんてないんだよ。ただちょっと。下げてるわ。スマーフたちはタワーに集まりなさいですって。そうだよ、僕初めからちゃんと分かってたんだ。パパスマーフの伝言に違いないわ。みんなに言わなくちゃ。スマーフ、なんだいスマーフェット。パパスマーフどこなの。丘の上のタワーよ。行きましょう。俺やだねタワーなんか。退治する方法はないものかな。僕考えがあるんだパパスマーフ。あの弓矢に再興して新兵器を。おおハンディなかなか良さそうだね。そうだ、狙いを定めて発射。発射。違う違う。
違うクラムジー、その石は小さすぎるよ。パパスマーフはまっすぐに石を置きなさいって言ってたよ。パパの言う通りにしないで。発射！パパスマーフ言ってるからね、ヘッチ。また別の方法を考えなくちゃね。うおっ、いやいや、これではダメだ。なんだ。そうだ。いや、これもダメだろうな。これでいこう。それでいこう。ヘイジ、ヘフティ、例の薬をどこに捨てたかはっきり覚えてるかね。はい、パパスマーフ。よろしい、暗くなったら出発する。気をつけてね、パパスマーフ。夜が明けると奴が目を覚ますから、その前に帰ってこよう。まだ遠いのかい。そろそろだよ。なあ、まだ遠いのかい。そろそろだよ。まだつかないのかい。まだだよ。瓶は谷の途中に引っかかったんだ。さあ始めよう。夜が明けたら大変だ。あ、薬見つけたよ、パパスマーフ。これだけあれば十分だろ。これ持って帰ってどうすんの、パパスマーフ。薬の作用を逆戻りさせるのだ。そうすれば人食い鳥もただの鳥に戻ると言いたいのだが。間に合うかな。僕心配だよ、パパスマーフ。もうすぐ明るくなるよ。もっと早く走るんだ。できたかね。できてるよ、パパスマーフ。では攻撃を、その間に薬の効き目を逆戻りさせよう。この逆戻りの薬を飲ませるのだよ。エフティ、位置についたかい。合図したら思いっきり蹴飛ばしてくれ。任せたよ。ブレディ、脳をほどいてくれ。いいかい。オッケー。行け、エフティ。つまりパパスマーフは薬の効き目を反対にして鳥を元に戻したんだ。素晴らしい方法だね。もちろん僕はこれで一
供をしまいというわけだ。見て！